今回はブルマと飼うドラゴンボールの冒険になくてはならない存在に対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。非戦闘員ではあるが、戦いばっかの野郎どもの中での貴重なエンジニア枠。それがなブルマ小さくない。今回のアニメでは悪役にドラゴンボール使われて、味方全員子供にされとる。品元から子供のトランクス等は赤ん坊。ブルマは悟空が新たな場所に旅立つには必要な存在。ブルマがいなかったらドラゴンレーダーも宇宙船もタイムマシンもないもんな。宇宙船はもともとベースあってそこから改良してるよね。とはいえブリーフ博士も小さいアタックボールからトレーニング機能付きの宇宙船に改良してくれるし、CC 親子すげえな。ジャコの漫画でブルマは5歳の時にジャコの宇宙船数分見てメカニズム完全把握して、パパより私の発想に近かった。手分析までしてるからな。しかもジャコがびっくりする威力の光線銃作成済み。好きな乗り物全部なだけあって、乗り物系は娘の方が強いんだろうか。パパは宇宙船なんて簡単すぎて興味ない。デブルマの姉のタイツに言われてるよ。ホイポイカプセルとか発明してるし、フリーザ軍のスーツのどこまでも伸びて破れない素材とかそういう方が好きそう。よくぞ悪の道に進まないで善良な発明家でいてくれた。ドクターゲロに、もっと良いことに頭脳を使えばよかったのに、みたいなこと言ってるから、根っから善良な人なんだろうな。つかず離れずな友情と信頼がいいね。サイヤ人戦以降、宇宙の技術や未来のマシンやらで慣れたおかげで魔界行きの宇宙船修復すら早めに終わりそうなのくさ。グロリを来なくても10日で終わらせられるんだ。これ精神と時の部屋使えば短縮できると思った。精神と時の部屋は気温が40、50度で変動するから機械壊れるよ。一般的な機械の耐久温度は4、45度。常人どもが狩猟に使うような環境にブルマ耐えられんよな。彼氏が欲しいという理由でドラゴンボールを探し回ってたもさ。クソしょうもない理由なんだけど、あれほどの才女だったらそこら辺の男じゃ満足できなかったんだろうなと割と納得してしまう。父親であるブリーフ博士もいるけど、さすがに宇宙やら魔界に連れて行くには危険すぎるしな。ブルマやブリーフ博士クラスの頭脳がいっぺんに地球から離れるのが危険すぎるから、後魔界域がブルマだけなら会社の方はブリーフ博士で回せそうだし、現役で社長じゃなくても臨時で来てたら社員はいいこと聞くであろう。こじ太っ腹なお金持ちでもあるし、悟空が報酬ちらつかせての力の大会のメンバー集めもなんやかんでブルマがフォローしてるしな。17号のクルーザー旅行の願いもフォローしてくれたしな。それはベジータが勝手にあげて怒ったって。クルーザーというには豪華客船すぎる。サポート枠として初代から最前線で活躍してきた助欠だからな。ブルマがいないと始まらなかったよな。友情にも運命があるなら彼女はまさにそれ。ブルマいなかったらなメック星とか行けないし、ドラゴンボールもろくに集まらないし、タイムマシーンなくて未来変えられないし、重力室もないし、アイテム面だけでもかなり根幹にいるな。ブルマに頼めば暴力以外の手段は大体なんとかなるからな。16号直したことあるし、多分本人がやりたくないだけでくっそ強い人造人間も作れると思う。なんかよくわからないアイテムでできても、ブルマが作ったと言われたら確実に信用できる。ホルンガを西の都で出して周辺は一時騒ぎになったが、出所が CP だとわかると見なきにしなくなったって原作で描かれてるぐらいだからな。スーパーヒーローズでカプセルコーポレーションに空飛ぶ人間が出入りしているというのを何度も目撃されてたり、新ナメック星が見つかるまでナメック星人を居候させてるから、多分近所の人は慣れまくってるよね。今回もパーティースタッフは悟空が武空術使ってることに驚いてる素振りなかったし。今回も赤ちゃんになったキャラはどうするの？という問題に速攻でベビーシッター雇ったから大丈夫でクリアしたからな。宇宙船修理で悟空が改めてブルマのことを、あいつ天才だからな、っていうの好き。キャラ少なめな超ブロリーでも出番あったな。こういう技術方面はいくら鍛えてもどうにもならんからな。元祖主人公とくっつかない系のヒロイン、でも友情でいいヒロインだった。にょい棒懐かしい、ってやりとりめっちゃ好き。ドラゴンレーダー作ったの偉人すぎるな。
こればかりはどんなに強くなっても探すの大変だから。一応レッドリボン軍も作ってるけど、基地に置くような大型で、その上精度もあまり良くないからな。普通のレーダーとして考えてもあのサイズにできるのはおかしいレベル。そういえば GT だと、超サイヤ人4への変身に必要な制約、おマシンパワーだけで解決できたのよね。しかも洗脳解除後に作った2号機に至ってはヤカーに内蔵できるくらい小型化したという。戦闘以外何でもできる女、しかも年齢重ねるごとになぜか小じわも取れて尻もちょっと大きくなる。近所の人からしたら CC は美容系にも力を入れてきたってなるんかな。その辺もできるってんでヘドが入ったから元から力は入れてただろうけど、ますます噂から出たまことになってそうなの笑う。ブルマなら美容医療にも金を突っ込んでる、技術も突っ込んでるのが容易に想像つくからな。願い橋者蘇生すら叶うドラゴンボールをプチ整形にしか使わないでいられる女。シェンロン、この女、常連サービスで3回願い叶えられるのにしょうもないことにしか使わないな。マークをしないだけか。でもシェンロン、マイナスエネルギーが。実はしょうもない願いだと発生するマイナスエネルギーが少ない、みたいな可能性とかないかね。どんな願いでも叶えるのに必要なコストは変わらない。とも考えにくいし。ギャルのパンチで生まれた弱流もいるし、なんとも言えん。悟空たちの戦闘力が弱体化する中、ブルマの頭脳は衰えず、どころか、さらにやべえ技術力を発揮してた。2周目売り込め風、ここからトランクスさん出てくるんですか。今回はブロリオ、パンジという現地民もいるとはいえ、悟空やベジータたち戦闘民族だけでどっか行くとなると絶対に難航するだろうからな。世界一売れている商品を作っている天才エンジニアってCCすげえな。もう世界征服を実現しているようなものじゃん。スーパーヒーローでのでっち上げ情報、大体当たってるしな。ヘドが騙されたのも無理はない。私天才、みたいな態度をとっても許される天才科学者、ドラゴンボールの科学者はそんなんばっかだけど。アンチエイジングにドラゴンボールを使い始めたのは、大まで一度は輝ったからか。ゲロ、ミロウ、ヘド、ミュエトセトラ、冒険のための舞台装置っていうメタな話はさておき、作中の科学者が軒並み戦闘力の高いものを作るのに対して、カプセルコーポレーションのなんと健全なことか。ドラゴンボールで願いを叶えたい必死な人がそんなにいるわけでもないし、まあ小じわくらい許すかってなる功績の数々。そもそもブルマが悟空を田舎から引っ張り出さなきゃピッコロ大魔王に滅ぼされたからな。世界一の科学力と経済力、夫はめっちゃ強い用心棒でほぼ全てを用いてるから美容関係とかそれくらいにしか願いを使わないのも残党なんよな。言うてベジータ自体は CC の用心棒ではなくない？一般人レベルの気なら気づけないし、一般人レベルなら CC のセキュリティで十分だし、それすら突破できる頭脳持ちが相手ならブルマやブリーフ博士の専門分野になる。富、名声、力、旦那と息子、この世の全てを手に入れた女ブルマ、なんと蘇生手段、ドラゴンボール、もある。俺の自慢の嫁だからな、頼りになるのもうなずけるだろう。まあ洗脳されてたブルマかっこよかったしな。洗脳自体はお前の力だけど、その後の計画のほとんどブルマのおかげで成り立ってるもんな。ああ、レディー様素敵、あんな猿野郎に負けてはダメです、ちょま。主人公の恋人でも妻でも姉妹や母娘でもない、何なら友人その1くらいのポジションかつ別キャラの嫁であるにもかかわらず、ドラゴンボールのヒロインは、と聞かれたら10人中10人がブルマと答えるであろうところがすごい。下手すると年単位で合わないけど、再会すると仲良くワイワイ掛け合うのがいい友達って感じ。よく随戦士たちの戦闘力がおかしいとか常識人みたいなこと言ってるけど、こいつやこいつの親父の頭脳も大概どうかしてる。お嬢様なのに快活で行動的、わがままだが欲しいものは自分から手に入れる、死にたくないがパフパフポロリで体も張る、金持ちキャラと発明キャラの便利は貢献人。作品の顔ヒロインとしちゃマジで文句なし、ボーイミーツガールは冒険の始まり、新たな世界の扉であって恋仲は必須じゃない。